芝園女教法11年4月20日は、江戸時代の廃人、伊勢国山田出身、渡来園女とも言われる。本名は、渡来園、渡来諸貞の娘、伊勢山田の新館の家に生まれ、同地の維持、芝はじめゆうに嫁す。元禄3年に、晩年の松尾芭蕉の下に入門、廃人としての本格的な活動が始まる。 二年後には、夫と大阪に移住している。玄禄七年九月二十七日、その女は、折から大阪を訪れていた場所を自宅に招いている。場所はそこで、白木区の目に立ての見るゴミも、なしと読んでいるが、この時彼はすでに旅に病んでおり、それから半月と経たないうちに、大阪で隠ししている。師匠を失い、元禄十六年には夫とも死別すると、その女は、 光栄2年に、かつての消門の筆頭閣で、今や、江戸座と呼ばれる、江戸最大の徘徊流派を主催するまでになっていた、宝井企画を頼って、江戸へで、眼科医を家業としながら、江戸廃団の廃人と交流した。しかし、大阪時代がその女の廃人としての活躍期であり、当時は、雑廃天者としても、有力だった。衝徳年間には、 深川八万に三十六本の桜の植樹を寄進しているが、これは、後々まで河川桜として江戸っ子に親しまれた。教法三年帝発し、里市鏡に渡航した。墓所は江東区白川のお松院。編著に菊の地理、鶴の杖がある。長田書房、廃徊し、その女の生涯ジャンボール。絹子、ありがとうございます。